では時間になりましたのでトークを始めさせていただきます。本日はあのご出席いただきありがとうございます。当館学芸員の長尾恵里子と申します。今日は、えー、コレクションとの対話6つの部屋の展覧会の対話者の一人である高橋光平さんと、えー、トークをさせていただきたいと思います。まずはじめにですね、ちょっと簡単にあの高橋さんの紹介と今回のトークの内容について お話できればと思います高橋浩平さんは京都拠点に活動されている現代美術家でして制作の基本姿勢としましては普段見過ごされている領域や人々事柄などに焦点を当ててその見過ごされがちな部分をですねご自身のパフォーマンスやワークショップを記録したその映像作品を通してあの 作品を発表している方になりますで今回ですねそんな高橋さんに京都市京セラ美術館のコレクションとの対話をお願いしたところですねあのうちのコレクション全部で今3,864点総数コレクションがあるんですけれども主に日本画や工芸がこう表立って出てくるようなそんなあのすいません。 コレクションの形成となっておりまして高橋さんはそこから普段あまり表立って出てこない版画の領域にま焦点を当ててみたいとそういったことがですねまずきっかけとなってあのこの対話が始まりましたそしてですねあのすごく興味深いことに版画の領域にスポットを当てるその理由の一つが高橋さんご自身が版画の出事である もともと大学で現代版画を学ばれていたそういったあの経緯もありましたそして今回ですねあの実際にうちの所蔵品の版画、えー、井田昭一さんと木村秀樹さんという結構あの著名な現代美術家のまたその彼らのターニングポイントとなったよく知られている作品を取り上げて展示を構成しているんですね そこが非常に私としてては面白くてですねやはり見過ごされた領域に焦点を当てるという始まりだったんですけれども展覧会を構成するにあたってはやはりかなり強度のあるよく知られている作品を選ばれて展示を構成されたと。名品とは 何なのかコレクションと展覧会の関係性とは何なのかそういったところをですね高橋さんが今回音声作品と映像作品の新作を通してあの問いかけているところになりますではですね今日はですねこれから高橋さんに展示について詳しく内容をお伺いしましてそして制作過程で高橋さんが気が付いた京都市京セラ美術館のコレクションの興味深い点 そしてあの政策の裏話などを伺ってトークを行いたいと思います。えー、皆さんこんにちは高橋です。よろしくお願いします。えー、っと紹介をあのいただいてまあ、あの補足というかえー、っと少しまあ、経緯の中でまあ、僕が現代版画を学んだっていうところがスタート地点になってまあ、コレクションの対話のこの展覧会にどういうふうに。えー 入ったかという話も多分行ったり来たりしながら、えーまあ、1時間半ですかね、えー、と行くと思うんですけれども、はい、えとまず展示のことをしゃべった方がいいです、ね、そうですすねねそう今皆さんにご覧いただいているこの写真はちょうど高橋さんの展示室に入って見えてくる風景、まあ、景色の一部になります。はい、はい、と展示もご覧になった方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか 半分以上は見ていただいているんです。ありがとうございます。<laughs> 多分、あの展示見ないと何のことは分からへんというような。多分話にならないかなと思って心配してたんですけれども、えっとちょうどこのコレクションとの対話、6つの部屋っていうのはちょうどあの名の通りえー、6つの部屋があるんですよね。そうですね。もともと6つの展示室がはい、はい、で、えー、ちょうどあのまあ、これも何かの円何の縁か？ 高橋のの部部屋は一番最後だからまあ展覧会行っていろいろつながっていって連なっていって多分いろんな展覧会の、まあ、いわゆるこうテーマっていうのがあるんですけれども、えー、っとそれぞれ部屋ではその対話者の方が作品をこう選ぶんですよねまずそのコレクションの中から自分が選んだ作品というのがある。 でそこから着想を得て新作を作るっていうことが一つ、えー、と今回の展覧会のキーといったんですかねお題といってもいいんですかねそうですねさまざまな対話の仕方がある中で主にそういった手法が取られてます、ねうん、それでですねあのすごく端的に言いますと、えっと、私が選んだのは、まあ、井田翔一さんと木村秀樹さんという、えー、版画家の作品です、えっと、井田さんはもうお亡くななりになられてます。 で木村英樹さんは、えー、今も、えー、版画家として、まあ、あるいは現代美術のえっ、ー、の作品を展示、えー、発表されている方でして、えーまあ、その2人の、えー、作品と対話するっていうのが自分の一つの意図でした、えー、としかし、まあ、今中尾さんがおっしゃったように版画に焦点を当てるっていうのは一、まあ、つはやっぱりその美術館の中で、えー あんまり展示機会が少ないというような印象を自分自身は持ってましてでこれ別に京セラ美術館に限らずなんですけれどもでまあなぜそんなことを意識するかというと多分私がこう版画出身だからというようなことが一つあると思うんですで。もちろんあの今回の展覧会の中には全体の中には書が出てきてないとかね。 えー、あるんですけれども、まあ、とりわけちょっと版画に一番注目したかった、えー、というのが一つ選んだものですでそれがあの今見えてる画像のところですでちょうど真ん中部屋の真ん中に映像が、えー、とスクリーンで立ち上がっていますがこれが私の映像作品で長さが、えー、と7時間6分ほどあります <laughs> なので誰がこれを見通せるんだという長さなんですがという映像作品が一つあります。 で、あと2つですが、えー、これ画像でちょっと見て、はい、順番に行きましょうか 1>,、はい、？1つ目の作品です,、ね、ですね。で、これが音声の作品というふうにちょっとここで読んでますけれども、も、えー、これ空っぽのケースがあるんです。えー、のぞきケースですね。のぞきケースとい言われるものですが。はい あのー、他の部屋ではおそらくこの中にまあ作品が入っていたと思いますあるいは資料が入っていたと思うんですけれども私の部屋では,まあ空っぽでは厳密に言うと空っぽじゃないんですけど、あのー、空っぽにのあそしてもともとこのケースはあのまあ歴史あるものでしてあの美術館1933年に開館しているんですけれどもその創建当初に作られた。 ものになりますで今回各部屋にこの覗きケースが配置されているというのが展示構成の一つのポイントでしてで今高橋さんもおっしゃったように皆さんいろいろと資料や作品を展示されているんですけれども高橋さん自身の作品はこの写真を見ると何も入っていないように見えますがよく見ていただくとちょっとこう薄いグレーの箱のようなものが あの入っているんです、ね、そうですすねねそうちょっと底上げしてるって言ったらいいんですけど本当だと下板っていいまして、まあ、もうちょっと薄くてその上にこう作品を置くっていうことになってるんですけれども、まあ、見,見た人は何となく分かると思うんですけど底上げして実はそこに音声を発話するためのスピーカーが仕込んであるんです。で まあ端的に言いますこれはあのスピーカーの中からこの京都,京都市京セラ美術館に現在収蔵されている3864点の作品の作者、所蔵品番号たくさん情報があるので所,蔵所蔵品番号、作者、作品タイトル、制作年それから収蔵された年。 それが、えー、寄贈されたか、えー、と購入されたかっていう情報を順番に、えー、3,864点分全部私の声で読み上げてる作品です、えー、とちなみにこれは、えー、まあ,あの情報だけでとそういう作品ですはいで、まあ、ちょっと制作意図みたいなことは多分行ったり来たりしながらしゃべると思うんですけれども一、まあ、つは えとまあ、自分がそのふだ、まあ、注目されない領域に焦点を当てるっていうことが割とこの今回だけでなくこれまでまあいろんな制作をしてきた中でわざわざそういうことを考えてるわけじゃないんですがおの、まあ、ずとそういう風なところに関心が向くっていうのがあってで何かを選ぶと当然何かを選ばないっていうことが起きてくると。で選ばれなかった作品についてどういうふうに自分は考えたらいいのかであるとか。 あるいは、えー、この美術館の中にすらって言っていいんですかね中に収蔵されなかった作品もあるだろう、まあ、つまりこうもしかしたらチャンスはあったかもしれないとかあるいはこの美術館以外にも、まあ、いろんな作品があの作家であったりいろんな家庭であったりいろんなところにあると思うんですけれども、えーまあ、そういうことをどう考えるかなということを含めて、えー 一回このすべての作品を読み上げようということがまあ一つ自分の態度といったらいいんですかねとしてありました。はい。そうですね。まあ膨大な情報量を示していて、この展示室でもこう分母的な役割といいますか、すべての土台の役割を果たしているのかなというふうには思いました。なのであのもう想像していただいたらわかると思うんですけれども、このコレクション えとの対話の他の部屋に出てくる作品の名前もここに含まれていますしあるいはえ向かいのコレクションルームですねそこに展示されている作品の名前もえと出てくることになります、はいはい、そして次の作品が先ほども紹介したこの映像の作品を先ほどご覧いただいた場所から場所の反対側高橋さんの部屋の出口から展示室全体を見た方向になります。はい はいえっと、まあ映像作品っていうふうに簡単に言えるんですけれども、えー、実際にまず、えー、ここに写っていることは何かと言いますと、えーまあ、版画の作品を選んだということもあって自分自身が版画領域に注目して今回展示構成をしたいと、えー、ですので今度は版画の、えー、作品を木村さんと井田さんで見せたので他の見えてない 人も含めて、版画のタイトルすべて六百四点ぐらいあった。六百今六点。六点ですか,ですかね。失礼しました。六百六点の作品タイトルをすべ、えー、て京都市内のパブリックスペースに、えー、水や、えー、指や、えー、何ですかね、木の棒みたいなものであるとかで、まあどんどん書き記していくと。 ちょっと今ご覧いただきましょうか。ちょっとショートバージョンがありますので、ちょっとご覧いただきたいと思います。れは水で描いている作品ですかね。作品タイトルを水で書いていて、はい、ちなみにこの映像作品は映像だけで音はないんですよね。そうです。<laughs> この今年の夏の暑い盛りに、えー、撮影をしていたので、水で書いた文字が 結構どんどん消えていく。消えますね。はい。で、まあ、あの、直接太陽は、の光が当たっているところも消えますし。なんですかね、地面が暑かったら、すぐ消えていくっていう状態が起きていくんですけれども。うん。こちらは寺町の商店街。そうですね。寺町の商店街ですね。<laughs> はい。はい。あのー。ね、これ市場大橋のもう一個南の橋かな。とか。 多分まあ皆さん見覚えがあるような場所も結構あると思うんですで,す、ね、でまあこれも、えー、なんでこんな京都市内に書いてんだっていうような話を思われると思うんですが、まあ、なんでって言って「う,うこう入りです」っていうとすごくたなんか単純な話になりますが段その収蔵されてる作品っていうのは、まあ、この京都市のいわゆる公的なまあ パブリッククコレクション言って言うんですかね公的には資材と言ってもいいかもしれませんが、はい、資材と言うとおかしいか、まあ、作品ですよね。で表に出てこないというのがまあ一つうあまりその批判的な態度ということではないんですが、あのー、確かにそのコレクションの、えー、収蔵庫にあるとでこれは公的にあるパブリックにあるんじゃあパブリックなスペースに連れ出そうかというような。<laughs> 非常にこうあの最初の動機としては、まあ、そういう動機から始まりました。でこの「外に連れ出す」っていう行為をいろいろやりながら考えたりあるいはまあ今回展覧会を自分が構成してみていろいろ思うこととしてはこのタイトルが一つ、えっとまあ、それを示しているかなというふうに思うんですがこの3つ出てくる作品のタイトルは全て「遺、え、形、ー、の形点」 ごめんなさい読占あるいはあるいは「いは歓喜の振る舞い」というタイトルなんですね。でそれはまあ作品自体個々の文字をこう書いていますと、えーまあ、正直この行為自体はその作品の画像である画像というかイメージであるとか物質性みたいなことを剥ぎ取るっていうことなので、まあ、かなりこう私自身によって結構暴力的な行為って言ったらいいんかな極端に言えば。 眠っている普段収蔵庫に眠っている作品をちょっと叩き起こすではないですけどもそれに近いような行為も含まれている,で、ねれてるで。けど同時にその,、まあ、そのコレクション作品に対して名付けるっていう行為であるとかそれを名指すっていうこと自体、えー、しかもそれが収蔵されてるっていうこと自体への、まあ、ある種の敬意であるとかまあ癒までいろいろやっていくと。 そういう気持ちにもなるということでま形形あるるいいいは歓喜の振る舞いとういうようなタイトルをつけていますで、まあ、場所性場所とそのタイトルの関係っていうのは厳密に一個一個決まっているわけではないんですけれどもその外に連れ出すっていう行為自体が自分のその振る舞いとしては非常に重要ででも水なんで多くのものは、まあ、消えていくんですよね。で収蔵するということは 一,一生っておかしいですね我々の人生よりも長い間それが、まあ、この公、えー、的なものとして残っていくっていうことがあるのである意味その対比的に働く、うん、収蔵するっていうことはどういうことか、うん、あるいはそれと付き合っていくとかそれを保護していくっていうことはどういうことかっていうような、まあ、やりながら問いもまあ含まれるかなというふうに、まあ、自分自身ではそういうふうに思うところも、えー、やりながら。えー まあ構想の段階からそういうことを考えてましたが、実際にやってみると余計にそういうことをいろいろ思うようなまあそういう行為の記録かなというふうに思っています。はい、そうですね。なんかあの結構このパフォーマンスとかこの作品タイトルをひたすらパブリックスペースに書いていくという行為は、まあ六百六点毎日。 大体何日間続けてらっしゃいましたっけ？毎日やらないですよ。あ、毎日じゃなかった。毎日じゃないですけど、<laughs> はい、あのまあ今日じゃあ昼朝から行きましょうかみたいな感じで <laughs> やるんですが、大体まあ一日六時間回ととして八日間ぐらいとかですえ、ね、当在 <laughs> 南北、はい、京都市内を結構まんべんなくそうです、ね、巡られた。はい、あの、ね、もちろん。 行けなかったところもありますしあの皆さん知ってる観光名所みたいなところに行ったわけではないんですけれどもむしろ、まあ、あまりこうなじみのないような場所も結構含まれていると思います皆さんお住まいの地域とも路地裏であるとか、まあ、できるだけ指導,あの指導ではなくて行動,行動パブリックスペースであるっていうのが今回の一つ重要なポイントかなというふうに思っています。はい そこでまあ一つ面白かった点が、まあ、高橋さんが京都市京セラ美術館の敷地内でもちょっと書くことを試みていたんですけれども町の美術館はやはりパブリックミュージアムと称してはいるんですけれども敷地内は全て何かそこで行うというふうになると、まあ、料金が発生し,、ま、してしまうということであの公の場とはちょっと言えないということであの京都市京セラ美術館の 前の行動でパフォーマンスをされているんですよね,ですね。だからまあこれもちょっと事後的なことになるんですけれど、だから公的であるっていうことはどういうことかと私的な領域と公的な領域っていうこともまあこのパフォーマンスを通じてま考えたかったっていう部分ではあります。はい、スクリーン表と裏から見えるんですよね。表と裏から見える。 展示の方法についてですねこの映像は普通、まあ、製造っていうか、まあ、いわゆる文字が読める方から見るのがまあ通常だと思うんですけれども今ちょうど「変貌する」という文字を読むことができますねこっち正,面正面の方ですねでも展覧会場に入るとまず裏面から入るんですで,です、ねはい、裏面から入るとおかしいな、まあ、裏,裏に後で気付くというか 高橋左利きじゃないかとかあの鏡文字で書いてんじゃないかとか多分そういうふうに一見思う人もいるかもしれませんがあのぐるっと回ってもらうと文字がちゃんと読めますし、えー、ちゃんとまあ、ちゃんととかしね右で書いてるっていうような構図が見えるんですがあのー、ちょっとこういうことあんまりこうわざわざやらないと思うんですでまあこれどういうことから始まってるかというと、まあ、また後でょうどお話しする「 その木村秀樹さんあるいは井田翔一さんのある意味版画の概念であったりとか版画の,その性質構造みたいなことをこの間に作品2人の作品の間に挟まれながらある意味それらを体現するような形で内容だけではなくてスクリーンっていう非常に薄いものの中で考えたいっていうのがあって。 このように表と裏が同時にこう現れるっていうようなことを今回展示でやろうというふうに思いました、はい、ではこのあえて裏をこの展示室の入り口の方に向けたというのはなぜでしょうかなぜなぜ <laughs> あのまあそうですねあの裏ああ裏と表って表読み始めると別にわざわざ裏見ないじゃないですかそうですね、うん でもう一つはあのー、木村秀樹さんの作品の「ペンシル」っていうシリーズ初期のシリーズなんですけどもこういうあるんですけれども、まあ、この作品は、えー、と手の2種類の手のイメージの半、まあ、僕は反って言いますけれどもそれが元になってるんですがそれが作品の中で反転してるんたりするんですよね。でこれはは点組の作品では実はなくて ごめんなさい厳密に覚えてていなく点点組確かではないですね、はい、でこの手の、えっと、イメージが反転して実は同じものがバリエーションとしてまあ言ったらこう,う増幅していくっていうようなところも、まあ、作品の一つ構造の中に入ってるっていうのもありますし、まあ、もう一方は伊田昌一さんの作品の概念の中で「間」っていう概念が非常に出てくるんですよね。 何のこととやらという感じでで、まあ自分としては、まあ、その2人の,その版画概念の一つの、まあ、僕はコアって言ってますけれどもその版画概念のコアを一つ形として示す,方示すためには、まあ、この表と裏を同時に出してくるっていうことが、まあ、今回の応答かなというふうに思ってご意向性をしましたおそらく今ですねその井田さんと木村さんの版画の概念 じゃあ何なんだというふうにちょっと皆さんお思いになったかなと思いますのでと簡単にあの紹介させていただければと思うんですけれども今回高橋さんはこの映像作品が伊田さんの版画作品と木村さんの版画作品の間にあるということでそれぞれ2人の作家から2つのキーワードをちょっと抽出したんですね。で、えー、井田さんからはその先ほどおっしゃってた間「間 時間性そして木村さんからはイメージ性と映像の飛膜性という木村さんご自身が作られた専門的な用語になるんですけれどもまずはじめにこちらの井田昭一さんなんですが全てててのの作品の中に石がが描かかれれいいるんですすねあと紙書ますこの石と紙の関係性が非常に重要でしてこれは井田さん自身の体験から来てまして。 彼はあの長い間フランスに滞在していたんですけれども、友人が石をお土産でくれたらしいんですね。でそれをまあ紙の置き石として、ずっと何年もの間置きっぱなしにしていたと。である日強く風が吹いて、バラバラと紙が舞って、石を久しぶりに溶けたらですね、石の跡が紙についていた。そこで井田さんはかなり大きな衝撃を受けて、まあ、時間が そこにまあ石の「跡」をつけたとでその跡というあの像ができたのは石と紙の間でできたものだとそこでまあ間というものと時間というものが井田さんの,あの何でしょう版画引いてはもう版画以外の作品を制作する時のまあすごく重要な概念となっていくんですね。でえー、その間 そして、まあ、時間制というのを高橋さんは今回、自分のこの作品制作の中にも組み取っていてですね。まあ、これは私の解釈でもあるんですけれども、あの、高橋さんは本当に、京都市内のいろんな場所で、こう、自分でパフォーマンスをして、文字を書き連ねていくんですが、やはり文字を書くには、まあ、一定の時間が必要で,で、その文字が立ち現れるには、 高橋さん自身のパフォーマンスが、まあ、そこにこう、んでしょう、言うなれば、高橋さん自身がまあ石となって、一定時間その場にいることで、まあ、タイトルがこう立ち現れてくると。その制作の手法をですね、この井田さんの版画の作品とまあリンクしていると。対話をしていると。そういうふうな、あの、んでしょう、作品の構成の一部がなっております。で次に、 この木村さんの作品なんですけれども、さっき、あの、高橋さんがお話ししていたように、これ同じ、すべて、すべて、うん、あとですね、一つの作品に2種類の手の形があるんですけれども、それが反転した形となって、互いに左右それぞれ現れてるんですね。まあ、左右反転している手の、 向きがとということですねそして鉛筆もです、ねまあ、同じ刃を用いているんですけれども左右、まあ、逆転しているかつちょっとその手,のあ手と鉛筆の関係性重ね方もちょっと変わっているそういうふうにバリエーションを多く作っているものになるんですけれども木村さんの試みた面白い点というのはこの手と鉛筆をですね方眼紙に吸っているんですね。 なので手も鉛筆もまあ、イメージとしてわかるんですけれども方眼紙にすられていることでまあ、それがちょっと原寸大であるかのようなその手と鉛筆のリアリティさ存在感をですね強くまあ打ち出しているんです。だけれどもそれはあくまでイメージなんですね。そういったこうイメージとリアリティの境界をこうなんとか版画で表現できないかといったところが木村さんの 追求していた点でして、でその点を、まあ、木村さんの言葉で言うと映像の飛膜性とおっしゃっていますで。それをですね、高橋さんはじゃあ今回、まあ、どのように自分の作品に組み込んだのかと言いますと、やはりパフォーマンスしている高橋さん自身が大きい存在なんですね。これはあくまで、まあ、ドキュメンタリー作品で映像なんですけれども、非常にこう、フィクションとも言えるものなんですけれども、 現実に実在する高橋光平というアーティストが、この,あの映像作品の中で文字を書いて、この画面をあの構成要素のまあ一部として担っていると。まあ、そこが、えー、リアリティをもたらしていますし、まあ、イメージとそのリアリティの狭間の領域をこう何でしょう広げているといいますか。そのように、まあちょっと すいませんうまく上手に説明できないんですけれども <laughs> そうういにあったのを私は感じ取りましたでちょっとまあ加えるなら、まあ、その映像自体をこう支えるものは何かっていうのが、えー、とありますでこれは、まあえー、と僕もともと版画先ほどしゃべってるの版画を学んでたんですけれどもどんどん写真をやったり映像をするようになって、はい、まあ常々こう自分でこう引っかかるといったんですかね意識してしまうところとしては。 まあ版画っていうのはイメーだから反とするものとすられるものがあるわかりますよねかすなんかすごい当たり前の話しすぎててあれなんですが写真とかになると、まあ、今はインクジェットとかになりますが、えー、暗室に入ると光を当てるものと光を受けるものがあるとかいう、えー、状態があると。 映像も同じです映像はまあ今ディスプレイがすごく多いので、まあ、いわゆる後ろからディスプレイの表面を発光するということがありますがプロジェクションがとりわけその版画の構造とよく似てるんですよね受けるものプロジェクションされる指示体と、まあ、プロジェクターがある当てるものがあるでこの状態の中で結構、あのー、私は展示をほとんどプロジェクションすることがやっぱすごく多いんです。 なのでその面を何にするか単にイメージを映すだけではなくてその指示体自体がどういう状態であるか厚みを持っているのか薄いのかテクスチャーがあるのか今回とても薄いですよね。うん、そうなんです、はい、なので、まあ、今回その、まあ、木村さんがそのイメージの飛膜性とか、まあ、それから極薄とかいうような言い方をされてますがあのその薄さ映像の薄さっていうものをどういうふうに えー、自分がちょっと大げさに言うと、まあ、引き継いでいるかというとおかしいですがその意識みたいなことを自分自身が、えー、木村さんの作品であったり今回対話をする中で、まあ、意識しているなということを、まあ、再確認したので、えーまあ、このような表裏も見えるしかつ極薄のスクリーンで提示ししよううというふうにやりましたこれはどのぐらい薄いんでしょうか。 いや何ミクロンとかそういう話じゃないと思うんですが <laughs>、はいまあ、簡単にちょっとトレーシングペーパーみたいなもんですそれがプラスチックベースのものになっていてちょうど光が抜けずに間にとど、えー、まるリアスクリーンというそんなにあの特殊なもんじゃなくてちゃんと映像のスクリーンなんですがでありますで、まあ、ちょっと、ね、いろいろ小細工をしてるんですが小細工って言いやない方ですねあの普通スクリーンって多分目一杯にジャストサイズで入れるのが普通だと思うんです。 けれどもガーの、まあ、多くの場合って言ったら変ですけれどもこれは版画のフォーマットを一部借りながら展示をしてまして周りにその紙っていうスクリーンであるっていうことが見えるようにマージンを結構残してるんですねでマージンを残すことで、えー、まあいわゆる映されているもの自体も同時に見えるで映像も実は時々消える構造をしてまして消えるっておかしいんですがまあ暗転するんですねなので その紙自体がまあモロに出てくるっていうような時が時々あります。プロジェクターもモロ出しっていったらいへんですね。どこから投影してるかっていうのがわかわかるような構造でま出てるっていうのも今回その映されるもの映すもの映されるものの構造をま出てるっていうふうに言えるかなと思います、はい。結構バッチリとお客さんに見せるような展示構造になってますね。では次に3つ目のですねこちらの作品。 もしかしたら気づかれずに通り過ぎてしまった方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもちょ出口付近右側の壁に、まあ、かかっていたこのグレーのボックスからですね高橋さんのささやき声が聞こえてきます結構あのいろんな反応されてますよね皆さん気持ち悪いとか言われちゃったりしてるんですけれどもあのこちらはですねその版画の作品のタイトルのみ いいいているとそういった音声の作品になりますではなぜこの作品を作られたのでしょうかなぜ,なぜでえと <laughs> そのまあ文法としての,その全体のコレクションに対して自分が版画を選ぶっていうことをどう示すか、えー、しかもさっき同じことですが木村さんと井田さんの作品を選び 自分がとと対話するという方法として一つはそれを書き記すっていうことでやりましたがもう一つ、えー、タイトルをコールするっていうことを、えーまあ、や,りや,やりたいって言っておかしいですねやろうというふうに思いました。でこれは井田さん木村さんの背後にあるって言ったらちょっと言い方語弊あるかもしれませんがそこ,、ね、そこには含まれていないような、えー、版画の作品に対してえー まあこれも「畏敬の形」あるいは「歓喜の振る舞い」というタイトルなの3というタイトルなんですが何て言うんですかね叩き起こすんじゃなくて「揺する」みたいなことを長尾さん前おっしゃってましたがあのやはりその今回木村さんと井田さんの作品がもう作品として展示室の中にあるんですね。はい、高橋さんに選ばれて 展覧会のの構成要素の一つととしててて前に出てきているとただその背景にはですね収蔵庫で、まあ、眠り続けているといったらちょっと失礼なのかもしれないんですけれども多なので逆に今回今多分おっ,おっしゃりたかったことはその井田さんと木村さんの作品が前面に出ている存在としてそこにあることで逆に見えないもの 眠ってしまっているもの、収蔵庫にある普段見過ごされている皆さんが気づかない版画の存在を指し示している。で、その両方の関係性をまあ見える形で展示しているのかなというふうに見受けられます。そうですね。あの、はい、すごい構造的に言ってしまうと文庫に全体があって、その上に版画の二つのえーと。 自分がパフォーマンスした映像とこのささやきのものがある種セットに近いような形であってさらにその上っていうお菓子ですが木村さんと井田さんの作品があるっていうふうにコレクションをどう俯瞰するかっていう視点で見るとそういう構造になるかなというふうには思っています。ありががとうございいますではです、ね、続いててコレクション全体を見てです、ね、なんか高橋さんが 気づいたり、これ知りたい。興味深い点を教えていただけると。はい、嬉しいです。えっと。あの、ちなみに前もって言ってますと、僕3864点作品見たわけじゃありません。<laughs> 見れないので <laughs>、はい、これでもすごい。結構まあ、自分で言うのも面白い人いいでつまり学芸員の方もえっと3860点全部見,見たことがあるか。っていう話も私はないです はい、であのじゃあ誰がそ実はまあ特別に自分が見せてもらったわけではなくて、えっと、美術館で大体その、えー、作品目録っていうのが出版されてますで僕実はこの作品を作る前のちょうど5年前ぐらいに、えー、まあ企画展ではなかったんですけれども自分自身が版画の作品をの収蔵作品を元にしたような。 あのリニューアルオープンの前に作って、ね、いただいた、はい、なので2014年あたりですかねそこまでの収集作品の情報を全部読み上げた音声作品を作られたと、はい、ことがあってそれどこからそれをやってるかといいますと目録に全部情報が書いてあるんですね。なので目録をたどれば 作品の画像は見えないけれども一部画像も載ってますがそうですねまあそうですねそれを家でい,いろいろ見てて思ったことはあのすごく単純に一番簡単に分かりやすいのはあの他の作家もこの美術館に関してリサーチをいろいろされてて気づく方だと思うんですが。 例えば千九百三十三年にスタートしてますよ、ね。開館してま,ますよね。で、一番初めの作品番号ゼロゼロ一っていうのは。こちらですね。あ、そうです、ね。はい、あのケースの中にある。二頭の獅子が描かれた屏風がありまして。これはあの今回の展覧会の一番最初の部屋で展示されています。まあ榊原志保の獅子で。そうです。千九百三十四年に。 作家本人から寄贈された日本画の所蔵品ナンバー1位ですねまずまあどこからスタートしてるのかってわざわざ別に調べないと思うんですが、うん、まあそれがあ1番って何の作品なのっていうのはまあすごく気になるんです。で、えー、とこの美術館を割と象徴するような日本画の京都画壇の作品っていうのはすごく印象に残ってます。はいはいはい そで初代学芸職員の竹内勝太郎が非常に信仰が深くて作品に対してこの獅子に対してもアドバイスをされてたとそんな逸話が、ね、はい紹介されてますね。はい、と言っていいですか、はい、とちょっと行ったり来たりするかもしれませんが、えー 終戦後、第二次世界大戦後、えー、とこの美術館はまあアメリカ、GHQ にせ、えー、接収されている期間がありました。したねはい、で、1945年あたりから3年ぐらいはコレクションがないんですよね、収集そうですね46年から51年までは収集活動が停止していあ、ま、細々とはしてるんですね、ゼロではないんですけれども、うんまあ、ほぼ停止状態。 っていうのが、あの作品じゃなくて、データ見るだけで結構わかると。うん、はい。はい。それから。えっと、ね、今回、自分が焦点を当てた版画の作品は、じゃあ、一番最初、えー。何年からコレクションされたんだっていう話なんですが。ゼロゼロ一番、版画のゼロゼロ一番ね。えっ、ー、と、井田正一さんなんですね。で。そうですね。えー、それが。えー、っと、購入されたのが結構遅くて。千九百七十二年なんです。うん はい、なので1934年に初めて入って今永尾さん見せてもらっているのはこの美術館の収蔵のあ間違え過程ですかね収蔵方針であるとか、はい、収蔵の過程ですよね,、はい、そうですねこれはあの、まあ、うちの美術館が去年メンバーシップニュースにちょっと掲載をした。 まあ、開館当初の1933年から当時の2019年までの収集活動の経緯をですね、グラフと解説を一緒に載せたものになるんですけれども、ちょっとざっと紹介をしましょうか。まずですね、そもそも、あの、うちの美術館収集活動の始まりはですね、この美術館で展覧会に出品されたものから選んで買い上げをしていたんですね。なので、 展覧会にこう作家さんが展示をしてそれをまあ学芸職員や京都画壇の作家さんたちが話し合って、まあ、コレクションに加える、まあ、買い上げていたとでそういったスタイルがです、ね、戦前まで続いていくんですけれどもあでかつ当時はですねもうすでにあの京都の国立博物館が設立されていましたのでこの京都市美術館の立ち位置というのは同世代の若い作家現代美術を をまあ収集してあのそういった若手を応援するあの美術館にしていくといった方針があったんですね。なのでどんどんその若い作家の作品を、えー、収集していました。そして戦中になりさっきあの高橋さんがおっしゃっていたようにアメリカ軍に接收されていたのでその間はほぼこのあたりですねまあの収集活動がされていないんですね。 そして戦後になり買い上げというシステムから購入へと収集活動が変化していきましたそして、えー、コレクションの内容もですねだんだんと幅広くなっていきますでこの辺りからもう本当に圧倒的にこの薄いブルーが購入でピンクの線が寄贈になるんですけれども寄贈が圧倒的に多いことがお分かりいただけるかと思います 現在3864点あるうちの約3000点が寄贈になりまして、約800点は購入あるいは買い上げの作品になります。そしてですね、戦後はですね、だんだん京都の美術の流れを組んだ収集でと変化していきまして、 開館当初はその同時代の作家だったんですけれどもだんだんだんだ,んだん年月が経つにつれてその当時の若手が重鎮になっていくんですねなので本当に近代の日本絵画、まあ、そして工芸特に京都にゆかりがある作家たちや作品たちを購入あるいはまた彼らから多くの寄贈を受けるようになりますそれは作家本人やご遺族の方そしてまああのコレクター あるいはその京都の画廊の方などさまざまなあのルートがあります。そして1989年あたりからですねあの当館でコレクション展のシリーズが始まりましてでそこからですねまた同時代の作家の作品が収集されるようになってきます。 そして、最終的に今このあたりですね、あの、リニューアルオープンということで、収集方針が一新されたんですね。で、どういうふうになったのかというと、まあ、こちらのちょっと文章にもあるようにですね、今まで収集した京都における、あの、近代以降の美術を展望できる総合的なコレクションを作るということで、まあ、遡るのは、まあ、江戸時代まで。 そしてあの現代までも収集を奉してかつ今あの収集方針の領域としては日本画工芸洋画、えー、と彫刻版画書と6つの領域があるんですけれども、まあ、映像や写真など新しい領域も収集に加えていくとそういったことを明記しています。ここんなととろがです、ね、ざっと 京都市美術館京都市京セラ美術館の収集の流れになります。でこのグラフを見ていただいて高橋さん何か特に気になるところなどありますでしょうかなんかめっちゃ飛び抜けてるとこありますよね。そうですね。1985年と2011年ですかねが寄贈のピンクの色がなんか文章にまでこう <laughs> 入っていますが。 85年は書いてあります、ねまあ2011年も書いてありますが85年は当館が誇る竹内栖法の作品群が一挙に寄贈されたんですねこちらは本画に限らず祖廟もたくさん寄贈されて今回当館の館長青木館長が竹内栖法の祖廟と対話されていますがその一部もこちらにあるかと思います。 2011年はまさに今回高橋さんが対応した伊田さんの版画の作品が一挙に寄贈された年でしてこの時に伊田さんの作品だけで686点寄贈を受けています正直言いますといまだに私たちは整理中です <laughs> なかなか大変な作業になりますこちらはですね井田さんのご遺族がご寄贈くださったんですけれども やはり版画ということでそもそも作家さんご本人が膨大な同じ作品でも膨大な量をお持ちなんですねなのであの当館だけではなくお向かいの国立近代美術館さんや和歌山県立美術館さんにもあの声をかけていらっしゃって皆さんちょっと同じような版画作品を所蔵しているといったそんな状況になります、はい、でちょっとどう展開しましょうかねえっと じゃ読むことでちょっと何を自分が考えながらまあ調べたかっていう話をちょっとしたいと思うんですけれどもあの実はこのグラフは別にもともと自分が手に入れてたわけではないんですけれども資料を見て読んでいくと一一ささんんのの作品ががにあって井田翔一さんの録音が終わらないんですよねあのそれでえ本当なんか半日ぐらいずっと伊田さんの名前を読んでるっていうようなことになるんですがその。 その膨大な量っていうものを築いていくっていうことももちろんできますしで何年代が続くまあ年代がずっと続くっていうのもそうなんですがあの資料を読むだけじゃ厳密なことは分からないんですがこれは単にその寄贈する人がその時に現れたっていうこともあると思うんですけれどもまあ例えばその購入する予算であるとかある意味こうその時の文化行政のその いわゆる市政がどういうふうな考えのもとでやっていくとかあのそういうものがもしかしたら現れるんじゃないかなっていうことがまさにその通りですね市の美術館ですのでその時の市の財政状況だったりやはりリニューアルオープン前後だったり、まあ、戦中戦後は異なりますね。 それもちろんあの自,分、まあ、自分しかというとおかしいですね皆さんも多分資料をご覧になったらなんとなく気づくこともあると思うんですけれどもでもなんかそれをこうただ資料とし,して示すのではなくて、まあ、自分自身がそのある種こう京都市京セラ美術館のコレクションの蓄積された層みたいなことを、まあ、どう自分の体に入れてどう,こう外に出せるかっていう。非常に過酷,過酷な作業でしたよね。 でまあ、ちょっと「間」っていうあの井田さんの話とちょっとつなげますと、まあ、井田さん自身結構いろんなエピソードであるとか、まあ、エッセイであるとか発言されてるんですけれども井田さん自身は結構「間」っていう概念からご自身が「シャーマンであ」でシャーマンっていうことのすごく意識をされていたっていうのは結構唐突ですかあったりするんですよね。<laughs> はい、<laughs> で別に自分自身がそれっていうわけじゃないんですけど自分まあ僕自身はあの。 自分が何かをこう作るっていうよりかもの、まあの間に入るっていうことが結構自分今までの作品の中でも結構あったので、あのー、その間に入って何を体現できるかっていうことは、まあ、今回読み上げる中でいろいろ考えたことではもちろんあります。で板さんの作品もうちょっと言いますとこの今回コレクション入ってる作品で「負傷」っていうのが結構あるんですよね。ありますね。タイトルがあま決まっていないな 不明ののに詳細の章でななんですけどかりりの量がありますとで,す、はい、でこれは結構面白いって言ったらおかしいんですけれどもあの作家自身がこのまだ名付けてないものが作品としてありでそれが寄贈されるっていうことが僕はすごく面白くてで多分これからもしかしたらその作品が何かっていうことが出てくるかもしれませんがでも不詳のままずっとそれがコレクションされるっていうのも。 面白いい言っておかしいですねすねみません私たちのまだ力不足で <laughs> 調査中にして何が入ったかというと,と、まあ、作品の,その名品といわれるものがもう名があって、まあ、美術館に入る以前に評価がもしかしたらあり、まあ、例えばコンペティションでも何でもいいですけれどもでそれが、まあ、作品としてコレクションをされるっていうこと以外に収蔵されてる作品っていうのは見せる以外の、まあ、いろんな道があると思うんですね。 そうですね、うん、資料としてだったり、ね、まあ名品と言われるものをさらに説得力を持たせるために必要な作品であったり、はい、だから自分自身私がやってるその、まあ、揺り起こすとか叩き起こすっていうような行為も単にこう外に出すとか作品として展示をするっていうようなことをなんて優先順位に置いてるわけではなくて、まあ、むしろその性質みたいなことをどういうふうにこう 起こしていくかとか、気づいていくかということも含まれるかなというふうに、あの、考えていました。ありがとうございます。結構、その木村さんと井田さんのことをですね。まあ、版画の、まあ、性質と、まあ、構造と。概念の、まあ、声を示しているというふうにおっしゃっていて。そして、かつ、まあ、高橋さんご自身、その版画の問題を。まあ、あの、引き継いで。それを、まあ、提示していく必要性を。 感じていると今回の <laughs> 展覧会の制作の途中にまあおっしゃっていたのが私は非常に印象的だったんですけれども、今回その版画の問題というのは具体的にどういうところなのか教えていただけたら嬉しいです。す,すごい大きい問いが来ましたね。すみません。あ<の> <laughs> 大きすぎてすみません。まあ、一つ答えておきますと、あの私が継承できる問題でもないので、あのただまあ面白いと思ったのは。 1あのまあ一個エピソードとしては実は僕大学入る前にえっと本当昔の話で申し訳ないんですが別に現代美術を始めやろうと思って大学入ったわけでは全然なくってあのまあ絵を描きたいでもデザイン的なこともなんか面白そうだっていうでデザイン科行くとねプレゼンパネルがいっぱい並んでて分からんわってなって。 アブライト彫刻行くとめちゃくちゃ美術すぎてお重たいわみたいなこがあって <laughs> なぜか消去法で版画みたいなとこ行ったみたいなとこあるんですがでも版画のその時に読んだ、えー、と受,験受験した時に読んだ本にたまたま木村さんのインタビューロングインタビューが書いてあったんですよね。で同時にその本に井田さんのインタビューも書いてあってで、まあ、それが結構自分の頭の中に残ってるっていうのはまあ今回、えー、とやってみて思ったことがエピソードの一つなんですがえっと 引き継ぎ方は非常に難しいんですが僕はあの見ての通り版画家でもないし版画をやってるわけではないんですがあの版画から離れてイメージのことであるとかそのまあいわゆる映像プロジェクションのことであるとかそれからまあ時間性の話であるとかそれからさっきスケールの問題の話もしましたが実物大であるかどうかという問題であるとか複製の問題を考えていくとえっと 僕自身はですよ僕自身は結構版画で当時、えー、と学んでたいわゆる版画が抱えていた、えー、複製の問題物質との関わりの問題、えー、例えばイメージが反転する問題とかエディションの問題とか、えー、レディーメイドの問題とかもう全部戻っていったんですよね今回の展示を通してそうなんです、うん、で、普段はそこまで意識しなかったんですがあのちょこちょこそういうふうに ある意味そのメディアを横断するであるとかメディアを拡張するっていうような言葉が出てきた時にえちょうど多分えと版画も1970年代の後半ぐらいからいわゆるその版画のえ世界的なコンペが非常にたくさん開かれていってまあいわゆるその版画の領域っていうのはどこまでかってすられたものとするものまあ版とえそのすられるものの関係の中でいうと版があるもの とというもののは銅版版版画とか版画かかか木あるっての分かりますよねけれども、まあ、あのここにもコレクションされている高松二郎の作品なんかでいうと、まあ、ゼロックスコピーコピー機自身をこう使っていく作品が、まあ、版画の,たあのコンペティションの対象を取ったっていうことがあって実際版画自体がどこまでが版画かっていう概念闘がまがいろいろあったっていうのがベースにあったんですが実は結構その話は。 今も同じように写真はどこまで写真かっていう話であるとかあるいは映像っていうのはどこまで映像と呼べるかっていう話と同じような話を実は結構引き継いでるっていうふうに思ったので、まあ、今回その版画木村さん伊田さんっていうのはその渦中にいた人、まあ、木村さんは今も渦中にいるっていうふうにおしあの言われてると思うんですけれどもあのそこをやっぱり考えたいっていうのは今回ありました。 やはりその高橋さんが今回作られている作品はメディウムとしては映像なんですけれどもその版画の概念を抽出してそれを取り込んで映像作品を作られているというのは非常に面白いなと思いましたし高橋さんにとってコレクション京都市美術館のコレクションにある井田さんと木村さんの存在っていうのはこう何でしょう。 原点回帰されていったのかなというふうに見受けられましあ自分自身の原点回帰を見せてもしょうがないなと思うんですけれども <laughs> 自分物語は。でも一つ、まあ、版画の僕ちょっと、まあ、長尾さんと話してて多分いろんな話をしながらあの自分の整理を今回展示を通してやってたところが多くて。で と一つ版画の性質として僕が言ってたらしいこととしてあるのが版画の一つの性質はまあ没入と反発があるって言ってたんですかはいおっしゃってまして私はよく分からなかったんですね <laughs> だけれども高橋さんが気になっていることというのがその版画が持つ相反する要素が同居していることでそれがまあキーワードとして出てきたのがその没入と反発なのかなと、うん、そうなんです、ねはい でまあ、没入っていうのは結構映像をやるのでいつも思うんですけれども、まあ、映画館っていうのは没入しないといけないんですよね,ね映画館に周りにノイズがあったら物語に没入できないので、まあ、映画館っていうのはそういう装置であるとでけれども映像インスタレーションとかの、まあ、展示会場っていうのは没入僕できないことが多いんですよすいません僕だけかもしれないですけど <laughs> つまり何か色これ何でできてるのかなとか このスクリーンなんだサイズはなんでこうなってるんだとか,それはなんか職業病みたいな感じじゃないですかそうかもしれないけど <laughs>、はい、でも、えっと、実は結構映画館じゃないとそういうことが、まあ、僕は気になるけどでもそういう構造を気にしながら制作者はやってるんじゃないかなっていう作品時々みんな見受けられるんですよね。 特にその版画に対して、その没入と反発というの。を感じられたとえっとね。版画のある種の要素として、そういうものがあるなっていう話ですね。まあ、例えば木村さんの作品はあれ半透明です。られてるじゃないですか。だから作品です,、ね、そうですね。全部グリッドが実は全部透けて見えるんですよね。だからイメージをイメージとしていわ。ゆるこうイリュージョンとして見ようと思ったら。 常にグリッドが立ち上がってくるっていうような反発が同時にある。で、まあこれはなんか絵画で版画だけじゃなくて実はまあ絵画でそれこそまあリヒターとかがまあ表面のリヒターがこう表面をオイルウォフォトでパって塗ってたりするのと全く同じ構造であると思うんですけれども、でも実は結構版画はそれを端的に結構示すメディアであるというふうに思ってました。だから版画の中では。 描かなくてもエンボスっていって表面をちょっとだけへこます方法でイリュージョンを立ち上げる方法があったりだとか。できますエンボスであるとかいわゆる最小の手っていうわけじゃないですけど非常に、うん、と構造的に簡素にそれを表すことができるような手法でもあるなっていうふうに思っていて。 で自分自身の中ではそういう意味で没入するっていうイリュージョン性といわゆる反発する表面性みたいなことが、まあ、版画の要素としては非常に強いなっていうふうに今回の展示で言いますと結構この高橋さんの映像作品はどうなんでしょうプレゼンテーションとしては没入しやすい。 没入させてるのに途中で暗転させるっていう。すごくイライラさせる方法とかです。で <laughs> 途切れさせるそうなんです。だから今見てる。没入してたと思ったらおっとっていうふうな膜面が起きるって言うような構造があってはい。そうですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。<laughs> そしてですね。今回はやはりコレクションとの対話なので、参加される対話者の方は？ ご自身の新作だだけを展示だったり同時代の作家とのグループ展ではなくてあくまではやっぱり今回高橋さんはコレクションと対話しつつというところでコレクション全体と対話して木村秀樹さんと井田翔一さんという所蔵作家そして作品とも対話してかつあのおそらくその一緒に対話された。 他の参加か作家の方たちだったり他の展示室の所蔵作品とものこともこう、まあ、意識して対話をしながらこう空間を最終的に作り上げていかれたのだと思うんですけれども今回このような経験は初めてでしたでしょうかそううでですすねあの本当に特殊な展覧会だと思うん自、うん、自分自身は 対話ってていうののはは結構自分の政策態度としてはすごくキーワーワドとしてあっていう <laughs> で結構僕あんまり対話はねあんまり肯定的なもの肯定じゃないな、まあ、つまりこういいことばっかりじゃないと正直思ってるんです、うん、だから単に対話でして平和的こう解決であるとか合意形成を得るっていうのは、まあ、もちろん対話っていうのはそういうために行われると思うんですけれども。 まあ、なかなかヒリヒリするじゃないですか。本当に対話し始めるとそうですね。うん、特に今回音声作品を制作されているときは、かなり精神的になんか自分で自分を追い詰められていたのを見受けられました。そうですね、やはりその何、うん、でしょう。ただ、読み上げるだと結構なあなあの。れてしまう作業になりがちだと思うんです。けれども、はい。高橋さんのご自身はそこで、やはりその1つ一つの。 作品タイトル、まあ作家にやっぱ意気の念をも表すというか、そこはこう流し作業になっては絶対にいけないということで、まあ常に意識を持って読み上げる、それをまあ続けるということで非常に体力気力を最後には消耗されていました。報告ですか。あ、報告,報告。<laughs> <laughs> はい。はい、どれだけ大変だったか <laughs> あ、まあまあ。あのでもまあ本当にまああの見る方からすると。 別に特に、ね、っていう話なんですが<の>ただ、はい、なんかまあ面白いのがその、うん、とやることは決まってるんですよね、村子さんおっしゃって読むだけですから、これ、別に誰でもできるんですよね、言ってしまえば、はい、時間をかければ。けど、読んでるうちにうんちょっとちょ,ちょっと変な話になりますが <laughs> あの、やっぱすごい念を浴びるんですよね、個々の作家の念、ねね、っていう、やっぱ言葉なぜこのタイトルか。 この作家自身は今作家活動を続けているのかあるいは亡くなっている作家もいますしえもしかしたらうーんこの作品っていうのはその個人の人にとってどの作家人生の中でポジションのものであるかっていうことも一個一個想像するわけじゃないんですけどまあ読み上げているうちにそういうことを巡っていくんですよね。日読み上げてて終わって 今日日本がとりあえず400個読めたと400個読めたけどちゃんと読めたから録音聞いてあ初めトーン低いなだと、まあ、こっからここまでやり直しやとかいろいろあるんですが実際やれば。でそのまあその誠実どう誠実かっていう問題はあると思うんですけれどもでもその対話の仕方っていうのはもちろん肉眼で作品を見て対話するっていうのがすごく理想的な方法だと思うんですけれども。 えー、自分がそのまだ見ぬ、うん、あるいは、えー、見えないようなものと、えー、自分はどう想像を巡らすかっていうことの、うん、と方法として、まあ、今回その読み上げるっていうことを、えー、用いるだけではなくて、まあ、そこにどう自分の体をこうどう言ったらいいかな。 まあ接触すするるかとかかかかととねねあるいは動ご自身の身体を必ず媒介させているといいますか、うん、対話に必ず含まませてますよ、ね、そうですね。うん、なのでまあある意味ではそのコレクションの情報を見るっていうことを聞くとかそれではなくてそれによって、まあ、別に、まあ、これは例として高橋なんですが人がどういうふうにその体が変わるか。 まあ別に変わってるように見えませんがまあそういうふうな様相もその作品の中に表せたらいいなというふうに今回声を出して読み上げてそれがこう通常の音のとあのささやき声のとそしてパフォーマンスとしては京都市内のパブリックスペースでどんどん書き連ねていくそれこそ全身を使ったパフォーマンスになるんですけれども。 高橋さんはなぜご自身でパフォーマンスをしてそれを記録するということを一貫してされているのかまた大きい問いです、ね、あごめんなさい今すごく気になってしまって <laughs> いい、ね、いやでもね結構これずっとやっていて <laughs>、はい、そうですね、あのー、一貫されてますよ、ね、最初にこういうことをやり始めたのは多分本当10年10年も経ってからでも近くだと思うんですけれども初めは映像を撮って人に取材をするっていうのを始めたんです ドキュメンタリーみたいな手法で作品を作り始めたのがちょうど今から8年9年とか10年弱ぐらいですけれどもでその時に自分がその取材者として透明になるっていうことが決して面白いことかっていうようなやっぱそこに問いがあったんですよね。つまりまあある意味この状況今ある状況を透明化するなりある意味メタ的に自分は見て。 まあそこの状況と関わるっていうことじゃない視点から作るっていうことに結構こう違和感が多分最初にあったんですんでそれはうんと特に映像をやり始めてからかもしれませんけれどもあ,のあらゆるノイズをカットしていくって言ったらいいんですかねいうような状況が編集段階になるとできるんですよね。編集段階になるるとでき,るできます物語を自分 の時点ででで作るるここととがきいうすねだからある意味、まあ、自分が描いたストーリー通りに撮ることもできる構成することもできる。できるのも多分そこの撮ってる状態であるとかそこで対話しているようなところで自分がヒリヒリと感じてた感情みたいなことであるとか思わず質問に詰まってしまうとかよどんでしまうとか、まあ、なんかそういうこと自体がもう抜け落ちていくと、まあ、自分自身が対話していること自体 の非常に重要なところを取り除きすぎているっていうような感覚に多分一番最初になってでえっとまあそれ以降なんですけどえ対話する時は自分自身がもちろんカメラの中に入っていく時もありますしカメラ撮ってるのに声はど同時に入っていくし 誰かにこう委託するということがあまりないですよね。ないねご自身でなるべくすべて作られるし、はい、出られるといった。そうですね、今回も、このスクリーンに関しても、ご自身で作られています。ほとんど、まあ、その構造あ。構造は、ね。はい、そうなんです。だから、まあ、細かく構造を指示して、僕はあの、いた、これ自体の技術は委託してますけれども。そうですね。はい。 そしてちょっと最初の質問に少し戻るんですけれども、まあ、今回その対話者としてこの参加作家の一人としてはいそうです他の部屋また他の作家さんとの関わりというのはどういったものがありましたでしょうかえっと個々のあの一緒に出品した作家の方とすごくしゃべったわけではないんですけれども。 あのまあ、見てて面白い搬入中に面白いなと思ったのは自分自身がその版画から表裏の構造を考えるであるとかスケールの話を考えるとかそういうことをやってる横で広井信子さんが、まあ、山ヶ製菓の作品を展示されてるんですね皆さん、まあ、ご覧になったら分かると思うんですけど山ヶ製菓をしかも広井さんはあの表と裏を両方見せるような形で展示されてるんです。 り、まあ、っていうのは,は元の、えー、下絵っていうのは反転して描くのよみたいな話をされてて「えー、それは版画と一緒じゃないですか」みたいな話をちょっとしていてで、まあ、これは別にもともと意図していたわけじゃないんですけれども、えー、自分自身が版画のコアの構造であったりとかおの、まあ、ずと考えているような構造制作の概念その中での,その思考みたいなことは別に版画 だけに限ることででも実はないあのそうですね染織作品とその下絵でもまあ起こっていることだったと。うん、で染織と結構版画っていうのはそういう意味で言うとちょっとこれも言い方が語弊あるかもしれませんがいわゆるやっぱりこの美術の種類というのは彫刻その絵画っていうところではなくて、まあ、版画はも、えー、ともとは布教のために宗教画からスタートしているところもありますし。 えー、ある意味オリジナルに対して複製物をこう広めていくっていうところにあるのでやっぱりそのある種のメインではないっていう言い方スターとしては、うん、スタートとしては、うん、あるいはその染色っていうのは工芸っていう分野においていわゆるこう用,用,用途があるっていうことにおいて芸術性っていうことから少し距離を置いたものとして評価されてきたっていうのがあると思うんです。 でけれども、その版画とその工芸っていうものに、そういう親和性があるって言うところは非常に結構。今回あのなんとなくは色々見てて親和性があるなって思ってたけれども、実はいろ,いろ話を聞いていくと、そこに親和性があるっていうのは何て言うんですかね？あの。心強いといったら変ですね。あの、そこから立ち上がってくるユニークな作家がいる。っていうのは自分自身は知っているので、あ。こういう概念の中から。 実際には染色家でやったりとか、テキスタイル使って作家にならなくても。実はそこにし出自を持った現代美術の作家であるとか。まあ、そういうところの理由がなんか今回分かったような気がして、まあ、そこは非常に面白いところではありました。はい。うん、搬入中に気づいたというところもまた面白いですよね。ね非常になか盛り上がって。はい、覚えがあります。<laughs> ではですね。続いてですね。その表裏という、その。 今の広井さんの話からそのキーワードがさっきから何度も出てきていて、まあ、スクリーンに対してその表裏ということを最初からおっしゃっていたんですが多分この展示室でまあその版画作品として、まあ、井田昭一さんの作品がこう一番表裏をまあ強調していると思うんですけれどもこちらの展示手法についてもちょっとお話をお聞かせいただけますか、はいえっとまあ、ちょっと変 いうかあまり見ない版画の展示方法だと思うんですけれどもスッと見ちゃうと、まあ、そんな展示もあるかっていうことだと思うんですが伊田さんの作品ってどこまでがイメージなのかどこ,がどこまでがそのイメージを支える紙なのかっていうことがもう別にわからないんですよね。まあ、つまり簡単で一体化してるんですですなので まずいわゆるこう版画ってマットを入れることが結構多いんですけどマットって窓抜きますよね写真とかも窓抜きますけれどもまずそれをやらないとやらないとしたらどうしたらいいんだと <laughs> でじゃあ私たちの見せたい、はい、井田さんの作品のコンセプトに合わせて表と裏は見せたいそしてかつ縁まで縁に井田さんのサインなりこういったイメージがすられているのでマットで隠すということは でも裏を見せる裏は実際見れないですけれどものぞくぐらいできますけれども裏があるっていうことをやっぱり考えたいっていうのがあったんですねで裏も含めて作品だということですねなので浮く浮いているとで一番左の作品もし今後あのこれからあの展示室に行って見られる方は是非注目してみていただきたいんですが実は結構透けてるんですこの作品。うん あの紙自体が光を透過すするるような素材であるんであんねでこれはベースにべちゃっと置いちゃうと全然違う作品に見えてしまうというのがあってなので後ろから光が回るような状態を作りたいというのでこれぐらいちょっと浮かして、えー、とある種のスクリーンの透過性とちょっと似たような構造になってるんですね。なのでまあこ,ういうことをしてるっていうのがありますはい。では新しい試みでしたね。 色々とこの伊田さんの作品を所蔵されている美術館は、まあ、あの結構他にもありまして皆さんがどういう展示をしているのかあの高橋さんと一緒に調査を少ししたんですけれどもやはり皆さん置くアクリルの、まあ、展示ケースの中に置いたりやはりどうしてもマットがくそうしてしまうということが回答として多かったので、まあ、今回試行錯誤して新しい伊田さんの作品の見せ方を かつ、まあ、その高橋さんの作品とも対話をするようなプレゼンテーションも考えて実施してみたといったそんな次第ですね。で,ですね、えー、まあ木村さんと井田さんとその高橋さんの出会いが、まあ、その高橋さんが18歳の時 <laughs> インタビュー記事を通してだったと思うんですけれども会っ,っ,ってない。けれどもその 関西の現代版画の領域において、まあ、皆さん結構つながっているそんな人間模様があると思うんですけれどもその辺りをちょっとお聞かせいただけますか。あすごく個人的なことで恐縮なんですけどあの結構まあ僕は版画から離れてしまったって言ったらいいんですが、まあえー、手法としては版画からずいぶん離れたところに来たと思うんですけれども先ほどお話したように。 まあ、いわゆるその版画の概念みたいなことを自分の今、えー、と制作プロセスというよりかは展示の構造ですね展示の手法であるとか構造の中に入れ込んでいったり、えー、制作の、えー、プロセスよりももうちょっと底の方ですよね <laughs> あの自分の思考の結構深いところに入っていったっていうのがあるのは。 えっと、僕は、まあ、木村秀樹さんに直接教えを請うてるわけではないんですけれども、まあ、自分自身の、えーまあ、大学時代の先生というのが木村秀樹さんんの教え語だったんです、えっと、結構直系の教え子だと思うんですけど作品自身は随分違う方なんですがあの、まあ、木村さんが言われるその版画概念っていうものについて、まあ、結構触れる機会が非常に多くて。 えー、木村さんの展覧会も結構学生の時代学生時分からよく見に行ってはいました、あのー、今ちょうどそのミュージアムショップに「関西版画史」っていう非常にマニアックで分厚い本があるんですがその中で木村秀樹さんがその版画の概念についていろいろ論考を寄せておられてでその話は多分今もいろんなところでされていると思うんですがあのそのことについては長く親しんできて。 えー、けれどもやっぱりそれは非常に版画の最初はですけれどもマニアックな話として自分はちょっと遠ざけてたようなところも正直あったんですねけど、えーまあ、これもさっき言ったようにあの写真とか映像をやるやって写展覧会を構成していく行けば行くほど、えー、その初期の話であるとかその、まあ、いわゆる 映像の飛膜性の話であるとか、うんえー、展示会場でそのあまあえっ、ー、とそうですね、えー、伊田さんの言う間の概念みたいなことが自分の制作の中に、まあ、結構含まれてるんじゃないかなっていうことを思い始めて、えーとまあ、今はそういう場所に直接いるわけじゃないですけれども、まあ、そういうやっぱりその教育というとちょっと大げさですけれども、まあ、そういう一人の作家としての あの態度みたいなことは何か自分の中にも入っていいるのかななみたいなことは思いまぱり今回さっきもお話ししたようにやはり木村さんと井田さんの作品を通してコレクション全体を俯瞰して自分の原点というかコアな部分作品制作におけるコアな部分を可視化した再度自覚したといったことがあると思うんですけれども逆にそうやって自分の過去 いや、現過去をまあ振り返ってまあ辿って今現在に来て、そして今後未来に向けてまあどのようなまあ試みをしたいとか、展望などがありましたらお伺いしてもよろしいでしょうか。ね、下見ても何も書いてないですよね、展望。そうですね、それコレクションの収集方で、ね、はい。えっとでもまあ今回ややっててすごく自覚して面白かったこととしては、やっぱりその うーんと僕自身がこう人の,そのまあ念みたいなことを受けてしまうであるとかえ受けて別に自分の体がおかしくなったわけじゃないんですがなんかそういう,こう念を受けるっていうこと自体自分の体を使うこと自体人の間に立って媒介するっていうこと自体えとここの中から出すんじゃなくてこの中に入ってこう。 転移していいいくっ,て言ったらいいんですかねこう動いていくこと自体にまあ自分自身はすごく関心があるなっていうふうに思ったんですね。で、えっとまあ、すぐになんかこれが展望として作品になるっていうわけではないかもしれないんですが以前にそのワークショップで、えー、っと秘密の話を今まで誰にもしたことがない話を手紙に書いてもらってそれを 参加者で回しながら、誰が書いたかわからない秘密の話を読み上げるというワークショップを以前やったんですけれども。スリルありますね。恐ろしいワークショップだったんです。<laughs> はい、で、あの、本当に絶対人に喋ったことない話を書いてくださいって言って、あの、やったことがあるんですが、あの、まあ、そのことをちょっと思い返したりもしてたんです。つまり、まあ、その、その人だけが作ってるとか、その人だけが持ってるとか、その人だけの非常にこう、個人的でプライベートで。 大事なもの本当に見えない見ええなないい他者からは事です,そうです、ね、だからそういうものを預かるっていうことはどういうことなのかなっていうことをやっぱり考えて、まあ、今回もその作品の名前を読み上げるっていうことだけですけどまあ非常に責任じゃないですけれどもまあなんかやっぱりこう対話ですけども対峙してかなりかなり真摯に正面からもぶつかるかのように対話をしてましたよね。 はい、でこれまあ今回こういう態度でやるしかなかったと思うんです相手がやっぱり見えなかったしでどういう人か一人ずつこう対話対,対峙することもかなわないぐらいの膨大な量なので,で、まあ、基本的には多分自分のスタンスっていうかあの非常に面白いと思っていることはまあ媒介するっていうことだと思うんです何かを引き継ぎ何かにつなげるであるとか。 えー、媒介するだけじゃなくてその媒介の過程である種誤訳、えー、が起こっていくとか、はい、くそれは誤訳っ,っていうか間違えて解釈するとことですよね。うんうん、でそれ自体は、まあ、起こってしまうことについてどう考えたらいいかであるとかその今回情報として正しく出てることじゃないですかだからここに間違いはないはずですよね。ねはい当館のの学芸家みんなで再度収集の、まあ 収蔵作品の情報を全部見直して、それを高橋さんに読んでいただいたんですね。だから、結構学芸の方にも今回負荷をめちゃくちゃかけてるんですよね。<laughs> 総出で確認をしました。<laughs> でも、やっぱりその人のものを預かるって言うことは、まあ一方でやっぱそういうことかなというふうにやっぱり思うことがまあありまして。で。でもあの別にずっと預かり続けるわけではないと。思うんです 人、ね、人の人が、うん、だから今回は僕自身が一人で一旦預かるっていう態度でやったと思うんですけどでもまあそうじゃないような展開もできるかなとか、うん、あるいはその態度自体をやっぱり一緒に考えていけるっていうようなことができれば面白いんじゃないかなとはい、うんうん、でます。 で、まあ、であったり歴史であっったたりり歴史これは自分で抱えられる歴史じゃないですよ京都市京セレビズ館のコレクションは。<laughs> けれどもでもまあそういったアイドルによってお互いがその、うん、と体に一回入れていったり対話するっていうことを経験するっていうことが、まあ、いろいろな対象を理解することであったりであるとか、うん、と理解ができなくてもあのまあ何て言うかな理解できなくても。 見るっていうことはできるとかね。<laughs> うん、そこに触れることはできる。まあそこに初めて存在として目の前に立ち上がることができるという。とそうですね。それまで気づきもしなかったことが。そう,そういったきっかけを作ることにもなるかもしれない。そうです、ね。はい。はい、まあそんなことをあのやりながら思ってました。あの具体的な別に何かあるわけじゃないです、はい。はい。なので今回のまあ経験を通して、次に何とまあ対話をして。 どのようなまあ可視化されていなかったものがまた見える形となって立ち現れるのか楽しみにしております,、はいで,すね、ではそろそろもうすぐ時間になりますのでもしあの質問などがございましたらぜひ聞きたいと思いますがいかがでしょうかお話の中で、えー、っと10年近く前にドキュメンタリーを作られて それでそのいろんなノイズを切ってしまえてヒリヒレしたものがなくなってくるというのがあってそこから今の,その記録していかれるスタイルになったこの間をもうちょっと <laughs> あの橋渡しをしていただければとすみません最初はもうちょっと複雑でして単に僕が一人の書籠、まあの、えっとまあ、アートウォッチャーの方を。 ドキュメントしたという作品がすごい自分の中で大きい転換っていうのがある作品があってその時はそもそも対象者が社会の中である意味見えない存在としてこうまあ極端に言うと排除されているというかあまりこう歴史の中でこうあまりのぼっ現れてこないだけでもなくさらにまあどちらかというとちょっと疎まれるっていうか存在であったっていうことが一つあったんですね。でまあそういうい存在に光を当てて たたまたまいろんな経緯があってその作品を作ることになって光を当てた時に、えー、とその人の年表っていうのは箇条書きで単に出来事だけも書けるんです書けるんですけれども全部注釈入れてこうこう下,下段にこう本の注釈ありま、ね、かなり詳細の,詳細の年表その方の生まれた時から現在に至るまでの細かい年表ですよね。でまあ、その時に あのまずまあこれを書かないとこの人自身を取ったことにならないなとか取ったとしても、えー、1時間の中だけでまあ欲張りなんですよねそんなことを全て表現難しいなっていうのもあってテキストでできることと、まあ、いわゆるそのビジュアルで表情をつかんでいくことって両方やりたいなって思ったのがその時だったんです。そ、えっと、その後は実は実インタビューををしながらそれを インタビューした3人の、まあ、会話劇みたいなことを自分自身がお母さん息子さん娘さん3役やって <laughs> 映像の中に吹き込むっていう作品を作ったことがあったり、えー、とその後もほとんど自分の声で大体ナレーションをするっていうことを結構やってるんですね。でちょっっととと経緯としてはえーと 自分がカメラを持って取材対象と向き合うっていう作品のパターンというかそういうシリーズともう一個は資料とかいろんなものを使って制作をするんだけれども単にそこにそれで構成するんじゃなくてそれ自身に自分の体を関わらすっていうようなことでナレーションをするっていう方法と今回のように。 撮影者も自分でこれは撮れないので撮影者に依頼して自分自身が体現しているところをドキュメントしてもらうっていう方法とっていうのをちょっと並行して時々こう動きながらやってるっていうような状態ですでもまあキーワードとして貫くのは、まあ、一旦今までこれまでですけれどもこの多分まあ8年ぐらいの間はほとんどが自分の体を介して作るっていうことをあのやってたということですか、ね あのちょっと展示の美術館側にお伺いしたいんですけどもこのえっと美術館の持っているコレクションを現存する作家が選んで展示するっていうのが時々あるかと思うんですけどよく一番覚えてるのはアーチソンが小野木さんで確かこういう方法をやってたと思うんですけどでこういう方法っていうのはえっとポピュラーな方法なんですか おそらく近年ポピュラーな方法になってきているのかなと。日本だけじゃなくて世界的にですか。そうですね。うん。まあ世界的にもあるかと思うんですけれども、まあ日本では近年あの人気ですね。<ー>最近あの東京のオペラ,オペラシティ、ああ、ありがといはい、<の>ダイアンカンダーが、あれはやはりまあ。 一つにあれはコロナの影響がありまして、もともとライアンガンダーの個展をする予定だったんですけれども、コロナで来日できず、作品制作もままならないので、オンラインを介してご本人が作品をチョイスして、コレクションを見せる構成を行ったと。 で実はちょっとまあ裏話なんですけれども、今回のこのコレクションとの対話6つの部屋もですね、もともとはあの別の展覧会の予定だったんですね。ちょっと海外のまあ企画展の予定が、まあ、コロナでですね、それが中止となってしまって、まあ、コレクションで展覧会を作るということがま,あまず出発点だったんですね。そこで、かつ京都に在住している作家、 なりまあ専門美術史家の方なりとあの対話をした、まあ、展覧会を作ろうとそういった流れで今回こちらの展覧会が作られるということになったんですけれども、まあ、作っていく中でですね、まあ、最初はまあコロナという大きな背景がまあ,あったんですけれども、まあ、リニューアルオープンに際してコレクションルームもできてでかつコレクションルームではまあ学芸員が チョイスした作品が、しかも、あの、毎年ですね、名品と呼ばれるものは、展示がされることがちょっと決まっているので、3800点ある中でも、せいぜいやっぱり皆さんにご覧いただけるのが年間400、まあ、点あるかないか。で、毎年50点程度は被っているので、とても全ての作品をやはり、学芸員の目線で紹介することは厳しいんですね。 やはりそんな中で美術館の職員とは異なる目線を持つ作家にあの今を生きる作家にもまあ参加していただいてコレクションの新しい見せ方を提案するということはあのこれからもできたら続けていきたいと館長の意向でもありますしやはりそういったあの状況は他館でも生まれているのかなと。 思います。はい、どうもありがとうございま,したよく分かります。でございます。ではですね、えー。そろそろちょうど時間になりますので、えー、本日のトークはこれで終了としたいと思います。まあ、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。